すみません、よろしくお願いいたします。山村亮和と言います。書道家、書家をしております。よろしくお願いします。ちょうど今のこの時間帯といいますとですね、お昼の時間帯で休憩も終わって皆さん眠いとこやと思いますんで、ぜひ皆さん瞑想しながら聞いていただけたらと思いますんで、僕の話をちょっと片耳で聞くぐらいの感じで聞いていただけるぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思っております。すごくなんかこう皆さんプレゼンされている中でですね、ちょっとどんな話をしようかなっていうのをちょっとギリギリまでですね考えてたんですけども、僕は書道家として今活動してるんで、その一書家として今やってきたことと、これからこんなことがやりたいなっていうようなちょっと話を今日はさせていただこうかと思います。はい。で僕の方あんまり知らない方の方が多いと思いますので、ちょっと簡単な自己紹介を先にさせていただければと思うんですけども、僕山村、よく間違えられるんですけど、龍和って呼ぶんですよね。龍和ではなく龍和と言いまして、これは本名じゃないんですよね。ペンネームみたいなもので、書道の世界には雅号っていう名前があるんですけども、早い話はペンネームです。この中で書道をやったことあるよっていう人は何人ぐらいいらっしゃいますか？ああ、そうですか。もう長いことやってはる。ああ、そうですね。長いことやってはるんですか。ああ、ちょっと待って。僕、しつこく20年ぐらいずっとやってたんですよね。で、一応7歳の時にですね、書道を始めまして、で、初めは親の勧めで、全くその親がその書道をやってるとか、書道の先生とかではなくてですね、本当たまたま友達の、仲いい子が近くにある書道教室に行ってたんで、親もそこにちょっと通わしたろうかと、そんな軽いノリから7歳の時に一番最初に始めた習い事だったんですよね。で、他に何か習い事やってみようと思ったんですけど、他はなぜか続かず、書道はなんかしつこくずっと続けてまして、高校は書道の専門の学科がある高校に行ってたんですよね。すごい珍しいと思うんですけど、奈良県のですね、県立の桜井高校という高校があるんですけども、それ普通科の中にその書芸コース、英語コースっていう2つのコースがありまして、で僕見てたのはその書芸コースっていうところなんですよ。で、書芸コース何の略かって書道芸術っていう、言葉の略で書芸コースっていうんですね。で、女子が多くてですね、書道をやる人っていうのは大概その女の人がやっぱり多いじゃないですか。最近書道ガールズとかですね、有名になってる、活動もあるんですけど、非常に女の子が多くてですね、24人クラスなんですけども、女子の割合が22人なんですよ。男2人しかいないんですよ。それをなんか男子校行ってる子とかにこう言うじゃないですか。みんな、めっちゃいいやん言うんですけど、絶対良くないんですよ。体育のですね、着替えの時とかですね、男と違う部屋で着替えに行こうと思って教室を出る前から女の子着替えてますからね。こっちにスカートとか普通にこうやってバッサバサやってて、いや僕らいんねんけどと思って、それぐらいのなんか男の子ってもう無視されてる存在です。で、もう一人の男の子がですね、すごい強い味方やったからずっとこう一緒にいてほしかったんですけど、なぜかある時期から学校に来なくなったりとかですね僕だけ一人男頑張ってたっていう感じなんですけど、好きなことだからこうやっていけるんじゃないのかなっていう、すごくあったんですよ。それで、書の専科で書道を専門的に学んできたので、当然大学もその道で行けばいいって話なんですよね。最近はその大学が結構そういう書道の専門コースってあるんですよ。大京大とか、奈良教育大とかですね、あと有名な筑波大学の書道専科とかもあるんですよ。で、でもその時に僕思ったんですよね。このまま書道をやっとっても多分飯食えへんやろと思ったんですよ。というのも、その書道家ってどうやってやっていってるのかっていうのは全く分からなかったですし、ただでさえ書道ってマイナーなジャンルなんで、分からなかったんですよね。で、就職しようと思った時期もあったんですけど、それは大学に行って初めは先生になろうと思って、明大の教育学部に行きまして、一応教員免許も取りました。で、就職活動とかの時期もありまして、内定もいただいたんですけど、今度はですね、僕も天の弱なんですけども、今度はなんか働いてる自分の姿っていうのが想像できなかったんですよ。こう企業に勤めて、年
ネクタイを締めて働いている自分っていうのがなんかあんまりイメージできなくて、じゃあこの先僕どうやってしていったらいいのかなってすごい、大学4年生ぐらいの時にすごく悩みまして、で1年間ぐらい、ちょっと、まあ、自分探しの旅ですもん、今でよく言う、それをちょっと1年間ぐらいやっていく中で、まあ、いろんな生き方っていうのがあるんだなっていうのをですね、まあ、視野を広げる意味で、やってまして、でそれで、まあ、自分の好きなことで、まあ、ご飯を食べていける人でありたいなと思って、まあ、初夏でやっていこうと決めたのがちょうど2008年、ぐらいですね。でまあ何をやるかというと結局、まあ、教室をそのやってみたりとかですね、まあ、自分の書いたものとかを、売らせてもらって販売させてもらってお金を得るって、まあ、そういうのが芸術っていうジャンルの、ことをやっていまして、でちょうど2010年の5月にニューヨークの方へ行かせていただいて、たまたまそういう、まあ、出会いの中で、まあ、ハリウッド女優さんとかそういう機会の著名な方と、ね、交流させていただく機会とか、コラボさせていただく機会をいただきまして、で、まあ、ちょうど、去年の3月からは一応そうですね、阪急とかああいうところで百貨店とかで作品を展示させていただいて、ちょうど去年の9月にですね、まあ、それを初めて、20年になりましたので、龍馬展という拠点をですね開催をしまして、で、まあ、会期中は将棋の有名な、名人の羽生善治という方がいらっしゃるんですけど、まあ、皆さんご存知だと思いますけど、寝癖が有名な、あの方と対談をさせていただいたのが、で、まあ、ちょうど、先月の、12月11日にはですね、新婚さんいらっしゃいっていう番組にちょっと野上さんと一緒に出ましてですね、三子師匠がね、噂に疑わないほどちょっと面白い人なんですよね。僕その着物を着てですね出たんですよ。で着物を着て出たんですけど、下にこう T シャツを着てたんですよ。でそれがなんか三枝さんからしたらもう超気に食わなかったみたいで、着物の下は長襦袢やろって言われて、まずそれってぶっこけたんですよ。僕からしたら、ね、何が面白いんかなと思いながらなんですけど、三枝さんはズベーン転がって、君長襦袢着てへんのかいって言われて、あ、着てないです、今日着てないですよって言って、でもそこで師匠すんませんって言ったら、もうええねやって言われてたんですけど、あ、しまったって言っちゃったら師匠ずっと機嫌悪くなって、君着てる人だしまっちゃったんですよね。まあ、それでこうそんな感じでずっとやっていく中で、まあまあいろいろ、そういう、メディアへの露出であるとか、まあ、アート活動っていうのをやっていて、まあ、結局その書っていうのが、何なのかっていうところにちょっと今日話をしたいなと思ってるんですけども、まあ例えばエレアルとかですね、彫刻とか、まあ、そういうものっていうのはこう結構その現代アートっていうジャンルとして、定着してきて、いるのかなとは思うんですけど、書道っていうのは歴史がすごい深いんですけども、そのアートとして、求められてきた歴史っていうのはまだ本当に短い。戦後のですね、すごい書道家の有名な先生たちがいらっしゃるんですけども、まあ、結構その人たちが突き上げてきたっていうようなジャンルで、まあ、日展とかあるじゃないですか。日展でこう書がジャンルになったのは本当最近の話なんですね。だからこうアートとしての、書っていうのを探求していけたらいいなと思っております。で、まあ、どうしてもこう日本人の目線からするとその書っていうのは、まあ、文字を、まあ、書いているとか、まあ、習字とか、書道っていうふうな見方で考えてしまうんですけども、結構国が変わるとですね、そういう見方っていうのが先入観が変わってしまって、国様の一つのアートというか、ひもじというか、まあ、前衛的なそういう、視点からですね見ていただけるっていう、まあ、純粋なその芸術として、見てもらえるようなところがあるんですね。で、まあ、とはいえやっぱり今は日本で活動しているものなので、もちろんその芸術としての書を深めていくっていうのも僕の課題ではあるんですけども、まあやっぱりその芸術っていうのは正直その分からないじゃないですか。ピカソの絵が何億で売れたって言われても多分素人からしたら分からないですよね。ゴッホの絵でもゴッホが生きてる間はこんな鶏小屋のね、こういう蓋にゴッホの絵が使われてたっていうぐらいの世界で、亡くなってからそれが何十億って値打ちがついたとかっていう話があるぐらいで、
そのアートの値打ちを決めていくものっていうのは何なのかっていうところですよね。それはもちろんその歴史的なそういう文脈であるとか、まあ、そういう、まあ、美術史とか芸術史とかっていう中で見た中でその時代にしかなかったものとかいろんなそういう付加価値っていうのについて値打ちとか値段が上がっていくんだと思うんですけども、まあ、そういう意味の、価値っていうのとあとはその人間っていう価値っていうのもあると思ってまして、まあ、だから、私自身もそのキャラクターというかですね、まあ、そういうものをもっと世の中に露出というか発信していきたいっていうのがありまして、その平和なメッセージを発信していけるようなそういう芸術家でありたいという思いを込めて、最近もちょっとメディアとかにもいろいろ出ようなあ出たいなというか、活動しております。でこれはあの、ハリウッドの女優さんと一緒にやらせてもらったの写真なんですけど、これがあの私なんですね。でそれでこれがハウトの女優さんの平凡にっていいますかね、あの海外ドラマのヒーローってご存知の方いらっしゃるんで、あご存知ですか。その中であの超能力少女で知らないクレアっていう女の子が出てくるんですけども、そのクレアって役の人で、あとはザコーブっていうクジラの捕鯨運動っていう反対する映画っていうのが話題になったんですけど、それの主演女優をやってた方なんですけども、その人だけっていうのは、まあ、日本に行った時に和歌山県のその捕鯨運動っていうのをですね、お菓子とか動物クジラをですね、殺していて食べるっていうのは人間を殺してる、哺乳類の仲間を殺してるから残虐行為だっていう、なんかそういうのを訴える映画だったんです。でもその和歌山の人たちからするとこれは生活のためにやってるし食べるためにやってることだから普通じゃないか、その主義主張っていうのがぶつかってたんです。で僕たち、まあ、僕の立場っていうのは、芸術家アーティストなんで、そのアートディレクターさんと話をしてですね、まあ、そういう、政治とか主義主張とかっていうのはあるかもしれないけどいいやんもう。で結局じゃ あのクジラの気持ちになってみんなで元気楽しく踊りましょうって言ってですね、まあ、和歌山県の子供たちとハリウッドの女優とボクシングの世界チャンピオン彼氏と私と、まあ、文字書いて、それで3の倍数の時だけイルカになろうってダンスを踊ったり、そういうことをやったんです。何がやりたかったかというと、それは、もっとみんなその平和に、なっていこうと、こういう芸術とかアートを通して平和の祈りっていうのを発信していこうよって、そういう、まあ、思いを込めてコンセプトで、やった活動がこの一つになります。これは、ちょうど去年の9月に、両和展をやらせた時の将棋の羽生善治さんと対談させていただいて、すごく将棋の世界ではトップなんですよね。で先日も大山康晴さんっていう、将棋の、有名な名人の記録が、80期タイトルっていう、竜王とか名人とかっていうタイトルを、通算して80回とかそういう記録があるんですけども、まあ、それに並んだ記録っていうのが先日まあ樹立されまして、で、まあ、結局将棋をうのぼりやってるタイプらしいんですよ。だからその基盤を見て先手先までその将棋が見えるという、そういう方なんですね。すごい頭が切れるみたいなんですけど、喋った内容とかすごいこう的確でまとめてるし、やっぱこの天才やなと思うんですけど、ちょっとユーストリーム流れててこんなこと言うのもあれなんですけど、ちょっと羽生さんとの裏話があって、まあ、東京で打ち合わせをしましょうっていう話で打ち合わせをしに行ったんですよ。で羽生さんが指定された場所が、まあ、東京のとあるカフェなんです。でそこで30分ぐらい前に着いたんで、カフェの前でマットホールに行って行ったんですけど、そのカフェが潰れてたんですよ。シャッター閉まってて、で羽生さんもしかしてこれを試してるのかなって、なんか変に深読みしてしまったんですよ。なんかシャッター閉まってるけどこいつはなんか違う場所を準備してそういう段取りができる人間なのかとか、そういうなんか深読みがすごいしてしまって、でもこれはどうなんやろなと思って、10分前ぐらいにもう一回羽生さんとの待ち合わせ場所のそのカフェの前に羽生さんがこうやって会って待ってはったんですよ。羽生さんこのカフェ潰れてますけど、あー潰れてましたねみたいな感じの、そういう普通に潰ったのっていうぐらいのなんか天然な一面も持ってはる人で、天才ってなんかちょっと人と違うんかなっていうのをすごく思ってきてるんですけど、それぐらいこう寝癖が出るぐらい将棋のことに熱中しすぎて他のことにあまり関心がないぐらいのすごい
没頭型の方、すごいそういう人なんですよね。で、まあこの時の対談のそういうテーマっていうのは、その直感力っていうのと、まあ、次世代の生き方っていう、そういうことをテーマにしていただきまして、まあ、僕の方から、扇子をちょっとプレゼントさせていただいて、対局中に使っていただきます。でこれはあの新婚さんいらっしゃいので、鈴木久太郎さんあの同じ日にちょっと撮影させていただきました。こちら嫁さんとはですね、あのちょうど、去年の11月22日に出会って2週間で婚約をしてですね、2ヶ月後に入籍をしたという超スピード感なんです。そのネタをちょっとここで披露させていただいたんですけど、その時のエピソードがあってですね、まあそれはちょっと一緒なんですけど、でまあ僕のなんか目指していくところっていうのはどういうところなのかっていうのがちょっと話になるんですけど、ちょっとこの図をこのもっともらしく書いていただきたいと思います。これ縦軸と横軸でちょっと説明させていただいて、で、で僕は今どこを目指してどこにいるのかっていうところなんですけど、まあ僕らの平面で話をすると目指すところっていうのは、その抽象的なものとか、将棋する将っていうのは一文字で表現したりとか、あれで読めないような感じの前例的な書っていうふうに縦軸の方に入れて、横軸っていうのはその一方向、一方向の発信とか、よりアーティスティックな感じの発信で、もちろんこうインタラクティブな感じの、双方向のコミュニケーションが成り立っている世界になってます。で、今のところやってることで、例えばその、イベントとかですね、プレゼント用の書を書いて、その人の名前で言葉を書いたりとか、あとはその企業さんに声を注文をいただいて、それをクライアントワークとして、企業さんのロゴを書かせていただいたりとか、台紙を書かせてもらったり、今の目標は NHK の大河ドラマの大事かみたいなと思うんですけど、それはいいですけど、まあ、その、プレモデザイン、とかっていうのが今はやってる主なのワークで、まあ、これがまあ一番その、アーティストとしてやっていきやすいところなので、まあ、言ってしまえば、まあ、やっぱり僕ら芸術家っていってもやっぱり嬉しくっていかなくちゃ、嫁さんも飛ばしていけませんし、来ていけないっていう問題がありますので、まあ、まずやっぱりその食べていくためにこういうことをやっていかないといけない。現実があるんです。で、嫁さんがこっちの方を使ってしまったので、連帯があったら、このショアームっていうのを、立ち上げていきたいと思っています。これが従来の小芸術とか、この辺にあるのかなっていう形で、まあ、古典とより、古典というのはその古い中国の、5000年前に書かれたような、そういう会社の古典とかですね、業種の古典とか、いろいろあるんですけども、それをより重視おりますし、あとはその書壇とか家元とかヒアルキーというのが出来上がってしまっている。で、その作品は従来そのソロの世界というのは売買しなくて、もう自分たちでその楽しむっていう要素が強かったんですけど、やっぱりその本当のアートっていうのになると、作品もちゃんと理解できるとかですね、そういう、まあ、家元とかヒアルキーとかの利用しなくてですね、独自のそういう表現コップをやって、あとは古典ももちろん重視しながら自分たちの作品を突き上げていくっていう、そういうなんか方向性でやっていけたらいいなと思います。で、まあちょっとこれ僕の、グランドビジョンというのをシェアしたんですけど、これはあれなんですよ。いつもこう考えてるのはこう先から考えるんですよ。僕未来から考えるんですよ。どんなその進化をしたいかっていうのを考えたときに、こういう道を歩んでいきたいなっていうのを思って、多分僕の寿命は多分まあ80歳ぐらいはいけるかなって今思ってて。で、80歳ぐらいになったら1000人になりたいなって思ってます。で、新人一体というか、神様と自分が一体なんだっていう、あとは自然と人間が一体なんだっていう、そういう境地になんか、たどり着いて、米をっていうのは美しいんだよ、絶対コテッと死ぬような生き方を目指したんです。で、70代から60代っていうのに、神の歩くとかですね、例えば高野山とか、ああいうところで、こう、遊園地的な芸術活動っていうのをしていてですね、まあ、たまにこう現れてくるこう世界中のこう VIP とかがやってきてアドバイスをしてる。例えばオバマさんとかがですね、あ、ちょっと日本に来たからちょっと龍馬のところに寄っていこう、寄っていこうなんて、そんな山をかき分けてこう引き上げとか、ドドン、龍馬いるかい、今日はダメだ、帰れそんな感じの仙人みたいな人でありたい。で、まあ、それが70代から60代ぐらい、そんな自分がしています。で、
まあ、50代から40代の目標っていうのは、その僕の名前の龍和っていうんですけども、その、平和の輪をつないでいけっていう師匠から、まあ、いただいた名号なんですけども、そのテーマにこう、レジャー活動をやってきたりと思ってるので、アジアとか、まあ、欧米とかそういう世界の、まあ、輪をつないでいく、単なる芸術家じゃなくて、より平和とか、文化、芸術、政治面にあったコネクターとして、世界を支えていけるような仕事をしていきたいと思っております。今、その平和成長をこう本当にその最高の価値を伝えるんじゃなくて、そのもっと人間的な意味での、その文化的な文化とか文明を創造していくようなことを携わっていきたいなというのを考えています。これが、まあ、癒しの世界陳情、まあ、もう完全にスピリチュアルな世界で、目に見えないような世界になっていく、あとはその半農半芸術的な音楽活動というのがあって、まあ、実家だろうかやってることもありますので、まあ、人間のそういう一番の原点というのは土に埋めることなんですよね。そういうことっていうのを、やりながら基準において半農というのは半分その農を基準になって、今はその芸術っていうのをやっていくようになって思っております。で、20代から30代というのは、ちょっとまあ今挑戦したいのは、2013年以降文学に、行って5年間ぐらい、移住して、文学的に現代アートとしての賞を確立するために、向こうでちょっと、活動をしたいと、書の世界で初めてそういうオークションの中に取り上げられるような、作品を世の中に出していきたいなと思っています。結構これができたら面白いことになっていくんじゃないかなと。今年の分かりやすい目標、まあ、個展をまたやることっていうのと、まあ、まずはやっぱり名前が知られること、知られないことには何もできないっていうのがあるので、まあ、知名度も上げたいですし、そうですね、あとは、まあ、NHK の大河ドラマの大事を取っていきたいと思っております。まあ、そんな感じで、やるべきことをやっていく、まあ、一番の今の目標は、まあ、4月までに、ニューヨークに行きまして、世界で広がる賞を通して60億人、世界人口70億人なので、ちょっと援護して60億人ということで、平和のメッセージを発信していけるような人でありたいと思います。これは大きな目標で、でもやっぱり人間の一番の、本当に基礎というのは、家庭とか家族だったり、それ最近のようになりまして、最近子供が生まれたんで、そこにすごいそれが強く思うようになりまして、またテリサさんが、まずはその家族とか人間の大事なことだということをおっしゃってましたので、本当にまあそういう目標っていうのも大事にしながらやっていきたいと思います。最近よくその家族化してしまって、お父さんとお母さんと子供っていうのが別々になってしまっている社会っていう世の中なんですよ。それはなんかそういう専門の言葉で母子カプセルっていうらしいんですよ。母子カプセル、お母さんと子供がこう孤立してしまって、お父さんが家庭に居場所がある、お母さんは社会とのそういう関係性というのはなくなってしまう。でもなんか僕も見てきた中ですげえなと思う人は、仕事をしながらでも、すぐなんか子供と奥さんと一緒に行動したりとか、ラジオ寝るよという時も子供とお母さんが連れてきたりとか、取引先と話するよという時も子供とお母さんが連れてきたりとか、家族がバラバラになれないそういうライフスタイルっていうのをやったすごいことだと思っています。僕もそういう、まあ、家族を大事にしていきたいなと思って、今日も子供と奥さんを呼んでるんですけど、まあ、ちょっと今はいないんですけど、スタバに行ってほしいと思います。そんな感じで、やっていきたいなと思っております。まあ、プレゼンはこれまでなんですけど、何か質問がありましたらよろしく。ありがとうございました。